マーク・ボールズは、アメリカ合衆国、オハイオ州出身のミュージシャン、ハードロック系のボーカリスト、イングベイ・マルムスティーンや、リング・オブ・ファイアでの活動などで知られ、実力派ボーカリストとして評価されている。イングベイは、自身のバンドに所属した歴代ボーカルで最高との、サンを送り、ボーカルの能力の限界を気にせずに、制限のない作曲ができると評した。 オペラ的とも称される伸びのある高音が特徴。5歳でピアノ、小学生でクラリネット、12歳でベースを始め、14歳で初のバンド、ジャスミンを結成。ボーカルとベースを担当した。1982年にサボイ・ブラウンに加入し、全米ツアーに参加。1985年にはイングベイ・マルムスティーンのライジング・ホースに加入。その後、 脱退するが、右与曲折を経て1999年に復帰。2000年には自らリングオブ・ファイアを結成。同年には、音楽情報誌、バーン、で1999年度のベストボーカル賞を受賞。同年にライジング・フォースを再び脱退したが、2001年にイング・ベイが公認ボーカルのヨルン・ランデと仲違いし、ヨルンは脱退してしまう。直後に、同バンドへ、 再び復帰し、ツアーボーカリストとして同行した。2007年に、ロイヤルハントのボーカルとして加入。3年間の充電期間を経て大幅にイメージチェンジし、特徴だった長髪からバンダナ、ヒゲ、サングラスというワイルドなスタイルへと変化した。2010年には、リング・オブ・ファイヤー、プラネット X などで活動した、トニーマ・マカッパイン、バージル・ドナティを含むメンバーと、新バンド、 セブンザ・ハードウェイを結成。現在日本国内版は発表されていない。2012年、ジョシュ・ア・ペラヒアのニューアルバムに参加。レスレクションを間もなくリリース予定。2014年、ドッケンにベーシストとして加入。しかし翌年に脱退。2019年5月、日本のプロデューサーの友松元、ショーン・ツジーラにより、マーク・ボールズ・トリロジー復刻ジャパンツアー。 実行委員会、トリロジーサンサードアニバーサリー完全再現、ライブジャパンツアーを、ケリー・サイモンを招き、日本各所で決行。ありがとうございます。